スーパーマリオメーカー。今回はベルクラ企画さんガタが作られたコースを遊んでみたいと思います。クリア率 15% ですね。結構高め。いつも 2% とかのやってるからね。すごい幸せな感じがします。大きな子。取れませんでした。うわ、懐かしいマリオだな。あ、ベルクラって書かれてる。お、キノコ取れた。かわーい。よいしょ。ベルクラ実況かな？おー、すごい。クリボーめっちゃ降ってきてるけども。勢いで突破かな？これは。ここだ。そりゃ無理、そりゃ無理。一気に行く、一気に行く、ここは。危ねえ。バイバーイ。お、コイン稼いでおいて意味ないけれども、これはコインの流れに沿っていきます。おー、いけた。ひひパックンいっぱい出てきた。これ勢いでいかないとダメなやつですね。キノコ、あ、いけたけど危ねえ。強引、割と強引に来てしまった。あ、これ死ね、危ねえ。落ちてきたら、これ流れで行く。あ、そこも出てくるか、そうか。まずいなぁ。はい！勢いでゴールする、いいの？オッケー、ゴールできたー。やったー。1アップできました。割と早くクリアできちゃったね。いいね、押して。終わる。まだ別のコースあると思うんですよね。それをやってみたいんだけど。これは、ベルクラさんを多分クリックすれば。あ、多分そうですね。あ、これこれ。クリボーの雨っていうのをやってみたかったんですよね。動画で紹介されてたんで。じゃあこれやってみましょう。遊ぶ。多分上からクリボーがブワーって降ってくるんでしょう。それをかわしながらってことでしょう。無理。これ反射神経系。無理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 。じゃあ最初勢いで吹っ飛ばしてみます。ゴー。あ、無理ですね。無理ですね。最初2つ飛ばして思いっきりジャンプしてみるか。言います。お、まあダメだな。クリボーが降ってきちゃダメだな。これはもう反射神、あ、でもこれ大ジャンプしてもな。はい、ダメ。降りてきたら真ん中で耐え切る説。こう。あー、超むずい。超むずい。これはむずいぞ。この土管と土管の間で耐え切る。一気に行く。オッケー。なんかいけたぞ。これは大丈夫ですね。これは問題ない。こう。オッケー。うわ。踏める？ちゃんと踏める？パックみたいになんないね。オッケーオッケー。これは、一匹ずつ処理していきます。はい！あ、怖い、今の。ビヨーン。これは2体しっかりと踏む、踏む。踏む！今の危なかったな、判定的に。怪しかったよね、今のは。セーフ、セーフ。左、あ、これ一気にダメだな。これやめといた方がいいやつだな。しっかりと踏んでいく。オッケー。で、冷静に処理していく。怖い。あー、なんか出てくるかな。大丈夫そう。キノコが多分あるね。いやー、危ねえ。日本代表並みの反射神経見せたわ。ん？けれども？ん？これはどうするんだ？行ったはいいけど？帰るのかな？戻るのかな？戻りまーす。戻るっぽいな。これ、持ってける？持ってけないのか。あ、あるね。行けるとこが。こう行ってからの、こう行って、こう行って、こう行って、降りて。あ、降りちゃダメなんじゃないこれ。ダメだね。これ降りちゃダメだね。あー、しまった。畜生。降りちゃダメじゃん。もうね。あ、これ向こう行きな。難しいんですよね。オッケー。ここ、これ、オッ
むふ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 む、オッケー。で、右がクリボーだったよね。オッケー。ギュンギュンと行きまして、降りまして、降りまして、からのここ行きまして、ギュイーンと行きます。で、これ行って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 、ゴール、よーし、イエス、いいよー、クリアできたよ。このクリボーの雨、多分最初のクリボーの雨のせいでだいぶクリア率は下がっちゃってると思うんだけど、なんとか攻略はできるみたいですね。あれはランダムなんだな。あ、でも、クリア率 2% くらいかなって思ったけど、意外とあるね。肉を切らせてた骨を断つ。もう一コースくらいやりたくない。勇気あるジャンパーだけが勝利を勝ちた。これ面白そう。勇気あるジャンパーだけが勝利を勝ち取る。イケボ。イケボ。お、なんだ？おー、お？ほっ！あ、ジャンプできなかった。なに？この BGM、かわいいんだけど。マリオ？これ、ほんとに。これ何なんだろうね。ジャンプ！あ、ジャンプできない。待ってね。ちょっと取らずに行くね。スターだけ取って。ジャンプ難しいんで。一気に行きまーす。なるほど。タイミングよくジャンプすれば、あのノコノコに多分踏めるんだよね。で、一気にまたビヨーンって行けるんで。で、これスターは結構必須な感じですね。おい！いやー！あー！スターも勢いよく取らないとダメなんで。やり直す。ほんとギリッギリの縁でジャンプしないとダメだ。ここ、OK。はいやー、いけー、あー、惜しい、もうちょいだなー。もうちょいだなー。取りまーす。ワン、ゴー！よいしょー！今のは完璧だったよ。踏むんじゃないんだ。そうか。ジャンプしてジャンプだ。じゃあ、スター取らないでいこうか。よいしょ！あ、これダメ。手前すぎた。あ、でもいけた。でもそうなっちゃうよね。そうですよね。スター取らないとこうなるのか。どうしたもんかね。でもスター取らないと、適当にジャンプしても、ここ踏んで、ここ踏んで、ひー。これ運がいいとあれですね。いけるね。え、スター取るだけでこんなにあれが変わるんだね。あの、到達点っていうのかな？飛距離って言えばいいのかな？わっしょーい。わっしょーい。わっしょーい。ちょっと左とか押しちゃダメですね。微調整なしですね。これ多分、ちょうど、あの、ジュゲムさんたちも踏んでいけるっぽい。これでも普通に難しいぞ。あ、ぴょんす、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 ひー、ひー、ひー、すげえ、すげえ、すげえ、おおすげえ。でもゴールできない。これでオッケーなのかな？クリアなのかな？おお、クリアだった。これめっちゃ楽しいんだけど。もう一回やりたいけど、これはすげえ。超楽しかった。気持ちかったです。よかった。いやー、いいわ。楽しめましたね。じゃあ今回はここで終わりましょうか。いいコース作んな、やっぱ。すげえな。楽しかったです。はい。では、今回はここまでにしましょう。コース ID 大丈夫ですね。はい。この動画の説明欄、概要欄にコース ID 入れておきますので、ぜひ、皆さん遊んでみてください。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。